小松原町の起点付近、愛知県道405号、小松原小池線は愛知県豊橋市内を通る一般県道である。豊橋市の市街地と太平洋岸を結ぶ路線の一つである。市街化やモータリゼーションの進展により、市街地では交通量が多く、特に北山町前後では交通集中や小松交差点が5、サロであるなどの理由で流れが悪いことが多い。 車線幅拡張や右折レーン、歩道の設置が進められているが、流れの改善には至っていない。太平洋岸に近い豊橋市小松原町の集落が、起点。途中愛知県道31号島三河、環状線交点あたりまで、厚み半島の付け根にあたる天白原という、のどかな丘陵地帯を走る。この区間は一部愛知県道406号東7。 根藤じ線と重複しており、豊橋技術科学大学も、その重複区間沿線にある。梅田川を渡り、愛知県道31号と三河環状線を過ぎて、再び大地に登ると、一転して飲食店など郊外ロードサイド店舗が、立ち並ぶ、賑やかな通りとなる。ゴッサロの小松交差点から、斜め左に入る道が当線の旧道であるが、現道は一旦東にそれる。 この関内地県道502号とヨハシ環状線とのわずかな重複区間が当線唯一の4車線区間。再び二車線道路に戻って旧市街の中を進み、新幹線の高架を潜ったところが終点の交差点である。ありがとうございます。